今日はですね、スワローズライスファームプロジェクト、ようこそお越しいただきました。本日一日司会進行を務めます、私中村博一と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、スポーツ大好き、野球大好き、スワローズ万歳ということで、盛り上がっておりますので、早速行きましょう。この後入れ替えがございますが、まず最初にですね、大会に先立ちまして、本日いらっしゃっていただいた皆さんに、つばめ市長鈴木つとむよりご挨拶をさせていただきます。市長の友です、拍手でよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ようこそライスファーム入れ替えに呼んでいただきました。作っておりますので、ぜひ皆さん、旬のツバメ、本当は2896アルトを取り上げます。それを目指すつけました。投げるぞと思っていると思います。で、もし、県外、首都圏の方は、そちらの方に来てください。薪のサインが入っていると思いますので、こうします。皆さん、どうぞ楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではあんだけ堂々と見切れておりますので、大分に呼んであげないとかわいそうでございます。そうでございます。この距離がいないと始まらない、東京ヤクルトスワローズマスコット並びに、つばめ市 PR 店長、つばくろさあ、非常にマイペースに登場していますけども、はい、ちょっと関田君は、それは前回の MC でしたね。新潟住みます芸人の関田君、ある意味ライバルだからね、僕ね、覚えてんだよね。はい、軽くボケをかましてきましたけども、はい、ね、チェンジ、いや言ってる場合だよ、もう何がいけなかったのね、ね、まだ冒頭5分ぐらいだよ、ね、ちょっと一昨年一緒に絡んだじゃないですか、ね、覚えてない、はい、ということで、ちょっと皆さんに一言お願いいたしますよ。こんだけ集まっていただきましたんで、つばくろ、ねえ、さあ、お天気も晴れて、暇だね。3連休初日、ねえ、だから来たんじゃないか、ちょっと、ねえ、つばくろお前を皆さんと一緒にね、収穫して楽しんでいきたいということですが、まあでもクライマックスシリーズ向かってね、結構チームもタイトな日程ですが、つば九郎は全泊してこう新潟楽しんだりとかしなかったの？今回はどんなスケジュールだったんですか？そうか、昨日神宮、そうだよ雨で30分ねえ、待ったんだけど結局試合できずと、そんなに強く戦うことないじゃん。結構バンバン来ましたよねえ。どうですか、もうクライマックスシリーズ出場は確定、まあこれ2位とね、まあまだ確率的には優勝もありますが、クライマックスシリーズね、これ2位でいきそうですか、つば九郎どんな感じですか、チームの雰囲気はねえ、広島の宿を押さえている。行くの行くの、つばちゃんも行くの、あれ新幹線も押さえた、あ、新幹線まあまあね、あ、タイプスいやいや、今十数万かかるヒッチハイクか、ひょっとしたらヒッチハイク、ヒッチハイクで行って、まあ、乗せる方も勇気あるわ、これ、まあでもそれぐらいね、これはやっぱり広島に行って、今季はクライマックスシリーズ含めて、日本シリーズに出たいところでございますよね。あ、もう自信は相当あるということでよろしいでしょうか。あれ今首かしげておりますけどもね、はい、はいはい、さあ、すげえ書くとき静かになる。あ、この後の人に引いてくれということで、はい、本日のゲストもう一人いらっしゃいますので、ご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとずつバックで拍手お願いいたします。このままお待ちください。この後入れ替えまた出店ブース様々なところに協力してくれます。よろしくお願いします。さあ、それではお待たせいたしました、本日のスペシャルゲスト、元ヤクルトスワローズ相川亮さんでございます。よろしくお願いします。改めてちょっと
集まっていただいた皆さんに自己紹介から一言お願いします。僕はスワローズに6年在籍したんですが、はい、立ち入りもいたので、本当にここに来ていいのかなと。なるほど。もう感じないですけど、あなたの声が小さくなっていいんですよね、皆さんね。いや素晴らしい。でもどうですか、またこの後トークショーもありますけども、はい、今期のスワローズというのはどんな感じで見てますか。いやもう最初からね、小川監督になる宮本さんも復帰して、これ間違いなく、上に行くなと思いながら見てたんですけど、はい、自分の背負いはるかに、どうですか。おー、はい、現在2位というね、はい、まあ、怪我にも戻ってきて、本当にヤクルトのゆかりのメンバーも戻ってきてということでね、はい、力を発揮でございますが、6年間いた時、こうつば九郎との関係性はどんな感じだったんですか。あんまり、好きなのに良くなかった。ね、ちょっと微妙な距離感がなんか難しかったんですけど、ね、新潟どうですか、あんまり来られたことないですか、どうですか。ほとんどこれは試合以外では来なかったので、はい、そうかそうか、そうですね。ねえ、まあ、新潟市内も広いのでね、メインのスタジアムがあるのはここから約1時間ちょっとなんでね、はい、なかなか、広いところ、つばめ来るのも初めてだということですね。はい、初めてです。はい、この後稲刈りもあります、またトークショーもあります、ね、どうでしょう、意気込みというか、今日どんな感じで楽しんでいきたいでしょうか。そうですね、まずは皆さんで楽しみながら、自分も初大会なので、稲刈りですので、自分も楽しみたいです。なるほど、おいしくね、つば九郎米を買って、そしてトークショー、ヤクルトの話題で盛り上がっていきたいと思います。さあ、じゃあですね、始めていきたいんですが、いつものようにつば九郎から号令をということで、参加される皆さんに、はい、何また何、いや、なんか変なこと書いてます。何それ C、C、 いや、完全大丈夫、全然大丈夫、悪いことしてるわけじゃない号令お願いします。はい。頑張って稲刈れということでございます。この号令がね、なんかこのイベントのね、一つのスタートのポイントだということでございます。はい。じゃあつば九郎とですね、相川さんと一緒に今日は始めていきたいと思いますが、まず最初にオープニングセレモニーで皆さんで一緒に写真を撮っていきたいということでございますので、皆さん一緒に写真を撮ってまいりましょう。でも夏休みじゃあどこ行ったんですか。なんか今年行くやったみたいな感じでしょ。はい、ああ、どこ行ったの。昨日帰ってきました。いやね、一番走った時はなんか結構焼けてるなと思ってさっきつば九郎が、はい、ハワイ帰りみたいな、あーそれで、ね、僕は全然いいよって言ったんですよ。はい、なんか行っちゃいけないのかな全然僕は問題ないんで、大口は直す。なるほど、わかりました。はい、もうこれで、あとはもう一個、もう一個どうぞ、もう一個どうぞ。はい、どんどん来るね。はい、先ほどのワイハー情報、ワイハー情報、ハワイ情報、宮本さんですね。ハワイに行ってたっていう情報は宮本さんが聞いた。そうですね、情報、はい、ありがとうございました。つば九郎でございました。ありがとうございました。